登山部がご来光に向けて出発いたします。すごい、おはようございます。おはようございます。どうですか具合は。足がだるですね。あとはちょっと気持ち、頭がピリッとするんですね。なんか低熱みたいですけど、こちら森野さんより、いびきの苦情が来ておりました。マジですか。あ、そうなの。森野くん、いびき書いてた。うん、俺気づいた時安川さんがすげえ書いてた。もう好きにしてください、はい、ということですよね。というわけで、寝る場所と寝る時間を奪われた森野さん、ご来光を目指して頑張りましょう。頑張ろう。わかるでしょうか。せっかく来たカッパのケツがパックリ割れます。これ森野さんのケツ。あれじゃやパックリ割られてます。これ。これ下と色分かりにパックリケツや。はい。ありがとうございました。美味しいネタありがとうございました。ヘッドライトなしでは食べてません。ちなみに昨年の登山の時、僕はヘッドライトを持ち合わせておりませんでした。もうすぐ頂上な気がします。登山者のヘッドライトが美しいですね。デスノートの最終回がこんな感じだった気がします。じゃん、9合目到着いたしました。おめでとうございます。工藤岩二等兵。いやー、抱っこ登山部一人もかけることなく、これはもう大きな山を越えましたね。もう一息ですね。よし、終わろう。ここからちょっと岩場が続くので、足元気をつけてくださいね。はい、はい、よし、みんな大丈夫です。悪天候のため、残念ながら景色はよろしくないですが、気持ちはすこぶる晴れております。さんのカッパがビリビリです。お仕事お宅です。全員登ったね。なんと、抱っこ登山部。全員頂上にたどり着きました。おめでとうまだ。
これなんかもうすでに勝負写真撮ったところに天元対策のところで位置取りやすい。まんまるだったよ。まんまるでした。前の人がいるからそれです。しばらくまた青いのがあるんだよね。これが移動してるじゃないかな。あ、ダメだ。もうバッテリーだ。すげえすげえ。一瞬見えた。一瞬見えたね。一瞬出ました。一瞬取れました？僕押さえてますよ。僕押さえてませんよ。僕押さえてますよ。僕押さえてますよ。僕押さえてますよ。戦い終わった男の顔です。初高山病ならずで、初ご来光で、いやー、いうことありますかね。ありますよ。おめでとうございます。お疲れ様です。いやー、登っちゃいましたね。初登山最高です。寒い。今ずっとなんか最高ですみたいな話してたじゃないですか。天気はね、はい、やっぱりご覧の通り、そうですね、快晴ですからね。日がずっと照ってくれれば、そうですね。いやー、綺麗なー。イエイ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 。あー、来ましたよ。寒いな。声鳴ってないよ。声出てないよ。いやー、富士山寒いですね。今日真っ白ですよ。今日も大変でした。無事ね、ということで、この後一番上の最高峰まで頑張りたいと思います。シャイさん、ここの場所の説明をしてください。これは、めっちゃやばいところです。めっちゃやばいところだそうです。剣ヶ峰に行く途中、もうほんと一歩手前なんですけど、はい、急やし、はい、転がったら死ぬなって、はい、これどん、ほらこれどん、はい、ここ下は雪ですよ、雪。通称、馬の背。はい、こっちもどうも気をつけてね。はい、大根と散歩1列に並んで歩いていきましょう。
歩くことに飽きました。スポーツ選手がオリンピックで金メダルを取るとモチベーションが下がるそうですが、そういう気分です。シャイさん、はい、場所の説明をお願いします。ここの説明ですか、はい、日本一高い場所ですよ。お、通称剣ヶ峰と言われるところですね。はい、無事到着いたしました。おめでとうございます。再び言いますが、ダッコ登山部、誰一人欠けることなく。じゃあ明日はさ、もうちょっと早めに行ってさ、もうちょっと早めに明日に行って早く帰ろう。どうです写真、写真撮ろう、写真撮ろう。あ、ゆらさんも今の撮れてた。あれ撮れてた。さっきの録画がすごかったかも。今、すごく赤になってた。あれ撮ったのね。あれあれあれ、すいません、今のくだりもう一回よろしいでしょうか。はい、一応念のために、念のため。はい、じゃあ行きます。はい、ついたところから。はい、5秒も、はい、4、3、2。はい、よっしゃいさん、ここの場所の説明をお願いします。あ、どうぞお取りください。すみません。あ、どうぞどうぞお先やっちゃってください。剣ヶ峰と言われる富士山の中でも一番高いところです。ということは、すなわち日本で一番高いところということですね。いいよ。ジャンプ無事に到着いたしました。おめでとうございます。誰に出かけることなく、この富士山を制覇いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございましたね。ついにやっちゃいましたね、これ。ちょっとやっちゃった。ね、ね、森田さん、もういいでしょ。もういいです。嬉しいよ。天気はね、あいにくの天気ですけれども、もう無事に剣ヶ峰で来たぞ。リーダーのヒゲもちょっと伸びてきたぞ。そうっすね、ヒゲも流行っちゃうんだよな。それではね、撮影しまして、はい、じゃあちょっと帰りましょう。よし、天気は広くなるからね。こんなとこおったら降参になってます。これ噴火したから富士山ちょっと低くなったんですよ。ここがバーバーンと。のりさん、はい、男見せてくださいよ。飛び込めた。何言ってんすか。嬉しそうな顔しちゃって。楽しいな。僕もね、やっと楽しくなってきました。ここへ来て。はい、このポーズね。はい、これ今から下山のポーズ。ファイト。赤色が似合うわ。いや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 、ちょっと晴れてったな。晴れてったな。地獄の下りに行くぜ。らしいです。地獄の下りに行くぜ。お互いに一言ずつ。お。
というわけでこれが5周年のやつ。ドヤ顔や。いやー剣神でね、先ほどはちょっと天気悪くて真っ白だったんですけど、今ちょっと見えてますよね。あそこが3,776m、富士山で一番高い場所、そして日本で一番高い場所。いや帰りましょうか。いやーもう下りましょう。下りましょうね。ガゼンやる気が出てきました、この男。足取りも軽く軽快に歩いております。ミスター下山。ミスター下山です。いや見てください、この笑顔。下山となるやいなや。マイコさん、なかなかやりますね。やるでしょ。はい、あ、じゃあちょっと負けじと頑張っちゃおうかな。あ、下山楽しいな。下山だけできんかな。登んないと俺なんだよ。頑張りましょい。しょい。ただいま、ユラ様が一人で立ったか駆け下りていったので、僕は孤独のランナー親です。あ、いた！うわーぶね。あーうわーうわー腰がやばいっすね。ではただいまより、黒いワシを保管しに行きたいと思います。よし、確認できました。あ、出た、ワシ屋さん、ワシ屋さん出た。ほらこれ、いやどうします、リーダーさん、降ります。もう降りましょうよ。ポーンってね、降りれればいいんですけど、やっぱりそこはね。ついに黒岩武史氏を捕捉しました。もうすでに 50m 範囲でございます。ついに 300m はあったあの差を縮め、さあどういう流れになってるんですか。どうでしょう、映像的には。映像であの辺りで由良様が一こけしたのは抑えられなかったです。そうですか。ただ僕の、心のファインダーにはしっかりと焼き付いてます。ただそのチュルチュルの靴ではまあ無理だということですね。来年は靴を買ってくださいと。来年行かない。いやー、やつかまん怒りますよ。いやあれですから、8人揃って抱っこ山登り部ですから。森さん的にはどうなんですか、次はまた富士山来たろっていう感じですか。いや、まあそれは由良様次第ですよ。それは由良様次第です。いや僕は今日行かないです。何も楽しくないんですけど。何もって何も楽しみを見出せない。下山ぐらいですよ。そうですね、昨日の顔色を見てると、まあそれはね、安易に察することができますが。はい、僕はもう人として間違ってると思うんですけどね、はい、ご来光とかでそんなありがたみを感じないんですよ。うわ、言うてもうた。いや、感じるんですけど、はい、感じるんですけど、はい、みんながわーっと盛り上がるでしょ、はい、僕みんな盛り上がるとね、はい、盛り下がるタイプなんですよ。あー、そういう人いますね。いや、じゃあ今日はみんな多分テンション上がると思う。みんながわー、ほらほらほら
みんながわー言ってる時にもう一人溜めてたんですね、今日は。わー言うなよと思ってわー言うなよと思ってわー言うなよと思っておー来たー行きなしやなー。わー言うなよと思ってわー言うちゅうねん。そりゃみんなわーちゅうねん、言うちゅうねん。黙って見ていてくれよ。あれ、抱っこ、黒姫高原にてお待ちしております。一つね、楽しい時間をね、一つね、じゃんじゃんということで、お疲れ様でした。きついね。でも予定、まあ早いね、去年よりね。あ、そうですか。はい、確かに、今ペース早かったですもんね。まあ、もうちょっとありますから。はい、頑張りまーす。さあ走り出そう、新しい明日へ。まだ始まったばかりの君の人生も、そう毎日が奇跡のようにでかく、ああ輝きに満ちてる。イエーイ、到着。おお、お疲れ様でした。ごめんに。に帰ってきました。いや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 。まあ、ね、おかげさまでマイナスイオンに包まれて、はい、ノームの中を。まあ、ちょっとカンカン出るやったらもっとしんどいかなと思いました。はい、いや、そうやった。本当にね、この2日間のドキュメント。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きダンコ連邦お楽しみください。閉めちゃった。お揃いで、お疲れ様でした。ごめんなさいね、我々ちょっと早く着きすぎちゃって。はい、というわけで、いやー見事に、いやいや、いやーこれはもうこれはやめろとなりましたね。やっちゃった。やっちゃった。しくてまうわ。ねえ、みんな無事に帰ってきました。まあ、いろんなことはあったとは思いますけれども、じゃあせっかくなんで最後に一人ずつメッセージをしていきましょうか。メッセージ。メッセージ。感想などあれば。じゃあリーダー。俺？ですね、3度目の富士山頂上アタック。まあご覧の通り。無事に成功いたしました。天候はともあれね、全員無事に頂上まで行けて、無事に下山できたと。まあこれが何よりなんじゃないでしょうか。また来年、また来年あるかも。富士山は待ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。これは来年いかんぞ。じゃあ富士山初登山の、はい、モリケンさん、はい、どうでしたか。ね、初めての富士登山、本当に、ね、高山病にならずに済んでよかったです。初めはね、このなんすか、この買った杖の鈴がね、いきなりプチッと取れて、どうなることかと思いましたけど、なんとか無事に、あれ、はい、あれね、あれね、あれをでちゃんとね、お裾分けして、
でもやっと無事にね、怪我なく、終われてたんで本当に良かったと思います。2回目は、まあまあね、そこはまあ任せますんで、はい、そこは、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。マシュラ後藤さん、はい、ありがとうございました。無事怪我なく2度目の富士登山も終われて楽しかったですでね、みんなでこれだけちょっと人数もね、いろいろ増えたんで、はい、みんなで支え合って、はい、ね、一つのことをやり遂げるっていうのは素敵なことだなと改めて思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ね、VTR を見ていただければ、お分かりの通り私がスーパー山彦だということを、スーパーついてましたっけ皆さん、今後もね、お忘れなきようにと。はい、アルピニスト高橋でした。どうもありがとうございました。おはよう。はい、でまあ今回ね、僕が、こうして無事に帰ってくれるのも、一人ね、皆様のご協力による、たくさんのね、昨年のタック旅行でいただいた富士登山グッズ、大いに役立たせていただきました。おかげさまで何の病気にもならず怪我もせず無事帰ってくれました。やっぱり皆さんのおかげだと思います。まあ来年もあれば、じゃあまた何かみんながくれればっていうことでよろしくお願いします。それでは最後、全員合わせてタック登山でした。間違えて